Hey, what's up? 英会話スクール English Partners のレイニーです。I've been busy 意味は忙しくしていたよ。have been 〇〇でずっと〇〇だったという皆さん、そう、現在完了がさらっと出てきてしまうこのフレーズ。ビジネスシーンの世間話であったり、あとはお友達と近況報告をし合う上でもすっごくよく使われるフレーズですので、今回覚えてください。まあ、流れはこんな風に考えてみました。最近どう？ How have you been? 自粛生活しながら仕事したり、家事をしたりで忙しかったよ。I've been busy staying home and working and doing housework. このような感じになります。I've been busy 意味は忙しくしていたよ。ぜひ何度も練習して使ってみてくださいね。出張英会話レッスンなら English Partners で検索、オンラインレッスンもやってます。